ご機嫌様です。断捨離トレーナー講習生の渡辺佳代と申します。今日は私の断捨離ストーリーをお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。私は現在、夫と二人の息子、そして私の母と5人で一緒に暮らしています。溜め込み屋敷だった私の実家を夫が建て替えて、今現在この家に住んでいます。断捨離に出会う前の私は、溜め込み癖があって、 家の中にはたくさんのものがありました。子供のものやもらい物、記念品などは基本的に捨てることはしなかったので、結果家の中には物が堆積していき、次第に増え続けるものたちに脅威を感じるようになってきました。この増え続けるものをどうにかしたいと思うようになり、図書館に行って片付けの本を漁っていたところ、最初に出会ったのはこんまりさんの本でした。 見よう見まねで、こんまり流片付けを2週ほどやってみたものの、すっきりとした感じはなく、片付いた実感も得ることができませんでした。家の中のものは少しずつ減っているはずなのに、どうしてこの家の中が快適になっていかないんだろう、と不思議に思っていたところ、川端信子さんの断捨離のすすめという本に出会い購入しました。 物との関係を見直すことで人生が整うという視点は目からウロコでした。早速断捨離をやってみることにしました。最初に取り掛かったのが割り箸です。なぜならコンビニやスーパーでもらってきた割り箸が食品庫の棚に溜め込まれていたことを思い出したからです。早速棚を開けて中身を確認してみたところ、なんと50本以上もの割り箸がありました。 この割り箸だけで、その棚半分以上を占領していたんです。来客用に5前ほど残して、あとはすべて処分しました。数が少なくなったから、袋からも取り出しやすくなり、何よりも捨てる快感と生活の快適さを覚えました。棚一つだけでこんなにすっきりするもんなんだ。他の場所もやってみたい。断捨離に火がつきました。次に、 取りかかった収納場所が冷蔵庫です。これは断捨離を勧めの本の中にもある保冷剤について心当たりがあったからです。家の中にある2つの冷蔵庫を開けてみると、なんとこちらも50個以上の保冷剤が出てきました。必要だと思う数個分だけを残して、あとは全部処分しました。この保冷剤が空間的にも身体的にも自分を塞いでいたんだ。 ということに気がつきました。何よりも保冷剤がなくなった分、食品も取り出しやすくなって、冷蔵庫の扉を開けるたびに、何とも言えない達成感と解放感を感じることができました。そもそもなんでこんなにたくさんの保冷剤を取っていたんだろう。改めて思い返してみると、必要になった時にないと困るから、という取り越し苦労をしていたことに気がつきました。物との関係を問う。 という意味が少しずつ分かり始めてきました。溜め込んでいたものを手放していく中で、徐々に空間がすっきりと快適になってきました。そんな中、次に気になり出したのが、子供のお部屋にある収納ボックスいっぱいに詰め込まれたおもちゃたちです。収納ボックス4個分と大量にあったので、必要な分だけを残して、あとは処分したいなと思い、子供たちに聞いてみたところ、 全部いらないと言われました。え、全部いらないのと耳を疑いましたが、ここは子供たちの意見を尊重することにして、収納ボックスごとすべて処分することにしました。その結果、今の子供たちにとって必要なものだけが残って、何事にも集中できる快適な空間を作ることができました。掃除もしやすくなったので、すっきりと気持ちのいい空間になりました。 処分する大量のおもちゃを目の前にして、このおもちゃたちも割り箸や保冷剤と同様取り越し苦労の証拠品だったんだということに気がつきました。私の子育てに対する過剰な心配から遊びや勉強、部活動と様々なことに詐欺回りをしていろいろなものを与えてはまたこれいつか使うかもしれないからと溜め置いていたのです。 これは私の子供の成長に対する不安を埋めるためのものだったのです。それが子供たちに全部いらないと言われたことで、初めて、そうだ、結局はやるのは本人次第、もう子供たちは自分たちで決断できるから大丈夫、手放してもいいんだ、と思えるようになり、肩の力がスーッと抜けていきました。断捨離を通じて、 心身ともに快適な空間を手に入れることができました。他の片付け術をやってみても、なぜか不全感が残っていたのは、この物との関係を見直すという過程が抜けていたからだったんだということに気がつきました。溜め込んでいたものと一つずつ向き合っていく中で、物には思いが張り付いているということを実感しました。捨てにくさの思いと一つずつ向き合う中で、 取り越し苦労をしていた自分に気がつくことができました。ものとともに取り越し苦労を手放すことができ、いつも私の頭の片隅にあった子供の成長に対する不安からも解放され、一人の母親としての成長も感じることができるようになりました。最後までお聞きくださりありがとうございました。断捨離提唱者、山下秀子公認の断捨離トレーナーが、 あなたの自宅に行くワンデー断捨離サポートトレーナーと一緒に実践することでぐっと断捨離が進むでしょう詳しくは概要欄からご確認ください YouTube をご覧くださりありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますそしてさらなる男の情報はこちらからゲットしてくださいね